フィラステレア。フィラステリアは、フィロゾアに属するクレードの一つで、ミニステリアとカプサスポラから構成されている。エリベンモウチュウ類と、構成動物を構成しているコアノゾアの姉妹群に、あたる。元来は2008年にカムロン・シャルキアン・タブリージー、ラの研究者によって提案された、数十種類にわたる遺伝子の系統解析に基づいた、分類である。この系統解析の結果、 フィラステレアは、深核生物のオピストコンタナイのエリベンモーチュー類と、構成動物で構成されるクレードの姉妹グループであることが判明した。この発見は、分類群が豊富な系統の分析結果が明らかになるにつれ、立証されつつある。意図を意味するラテン語のファイラムマイナスと、星を意味するギリシャ語のアスターから、学名は命名されている。学名の成り立ちからわかるように、 本クレードの主な共有派生形質は、市場加速を持つことである。これら市場加速は、何か物体か生態に固着するための気質粘着と、餌粒子の捕食に関与している、可能性がある。キャプシュアスポラ・オゾルザッキーと、ミニステリア・ビブランスというフィラステレアの二つの種について近年分かってきた生態と、その増殖の仕方は次に述べる通りである。前者は、 淡水性のカタツムリの体内で分離して増殖し、後者は海洋を自由に動き回り、細菌を食作用しながら増殖する、細菌食性生,生物である。キャプシュアスポラ・オゾルザッキーの完全なゲノム配列の DNA シークエンシングは決定済みであり、ミニステリア・ビブランスのゲノム配列は決定作業中である。比較分析により、フィラステリアは 動物の単細胞生物であった頃の祖先の遺伝学的形質を解明し、構成動物の起源に関する指揮権を与えてくれる鍵であることが明らかになりつつある。フィラステレアの新たな種の発見を目指して行われている海洋環境での18 s ルナを用いた DNA バーコーディングの分析であるが、未だ発見にまで至っていない。この結果は、本、クレードは、 自然の生態系では、格別に多く存在しているわけではないかもしれない、ことを示唆している。いくつかの研究では、カプサスポラは、ミニステリアよりもコアノゾアに近縁であることが、判明している。ありがとうございます。